おっと、もう城に入るのか。晩餐会が終わったら城の客室に泊めてもらうから、明日まで町には戻れんが。それじゃ城の門番に招待状を見せてやることにしよう。ドキドキしてきちゃったわ。確かにこんな招待のされ方めったに体験できそうもないね。おっと、この先は女王陛下のいらっしゃるグランセル城だ。用がないのであればどうかお引き取りください。どうも、こんにちは。先日は失礼しました。なんだ、お前さんたちか。まだ王都に滞在していたのかい。うん、ちょっと用事があってね。今日は正式に招待されてこちらに伺わせていただきました。正式に招待されて。公爵さん直々に招待状をもらったのさ。お、巨人か。ほらよ、こいつが招待状だ。仁選手以下、武術大会で見事優勝した4名の者を晩餐会に招待する。そうか、あなたたちが武術大会の。そういや、優勝したのはでかい東方人の武術家が率いるチームとか言ってたな。もしかしてお前さんたちも同じチームだったってことか。え、変、実はそうなのよね。微力ながらお手伝いさせてもらいました。なるほど、そうだったのか。あなたたちのことは助監長から聞かされています。一人足りないみたいですが、その方はどうなさったんですか。使徒野暮用でね、来られなくなっちまったんだ。俺たちだけで出席させてもらうぜ。そうか、そりゃ残念だな。まあいいや、中へと案内させてもらうぜ。武術大会の優勝者、仁選手以下3名がご来場。開門。城門も迫力あるわね。それにさすが王城だけあって堅牢そうな作りをしてますね。そりゃあ難攻不落の城だからな。建国以来アーネンベルクを外敵が突破したことはないが、貴族の反乱で王都が戦火に包まれたことは何度かあったんだ。だけどその度にこの城は反乱軍の突入を撃退して王家の方々と避難民を守った。そんな話が残っているくらいさ。へえ、そんなことがあったんだ。歴史ある国ならではの古き良き逸話ってやつだな。さてと、ようこそ女王陛下のグランセル城へ。そのまま中に入ったら案内係が待っているはずだぜ。それでは皆さん、良き夕べを。
当然といえば当然だけど、今まで見てきたどの屋敷よりも圧倒的に豪華だね。ただ豪華なだけじゃなくて、歴史と伝統を感じさせる壮麗さ、つくづく古き王国の格式と伝統を感じさせるね。ようこそグランセル城へ。ジン選手ご一行でいらっしゃいますわね。ゲゲ、カノーネ大尉。予想してなかったわけじゃないけど。ああそうだ、公爵さんの招待を受けて参上した。あんたは申し遅れました。グランセル城の警備を担当する情報部のカノーネ大尉と申します。ジン選手ご一行におかれましては、ご優勝おめでとうございます。試合を拝見させていただきましたが、凛々しくて本当に素敵でしたわ。ああそれほどでも。そちらこそその若さと美貌で軍の大尉とは本当に驚きですな。よほど優秀でいらっしゃるのだろう。まあお上手でいらっしゃいますこと。でもそちらの若き遊撃士殿ほどではありませんわ。エステル・ブライトさん、ヨシュア・ブライトさん、ザイスでの事件以来ですわね。うん、そうね。ご無沙汰していました。あいにくですが、ラッセル博士の一件はまだ解決していないのです。どうやら博士と孫娘さんを誘拐した不届き者がいるらしくて、エステルさんたちにお心当たりはないかしら。さあ全然心当たりないわね。あの事件は声優劇師に任せて、僕たちは王都に向かいましたから、その後の続報も聞いていません。そうそれは本当に残念ですわ。まあ情報部の力をもってすれば、誘拐犯の逮捕も時間の問題でしょう。楽しみに待っていてくださいね。このメギツネ。わかりました。博士は僕たちにとっても恩人なので、よろしくお願いします。それはもちろん。さて、それでは皆さんをお部屋までご案内申し上げましょう。シアさん、あとはお任せしてもいいかしら。はい。念を押しておきますが、お客様につまらない話をして失礼をかけることがないように。いいですわね。あ、はい、分かっておりますそれでよろしい。それでは皆さん、良き夕べをお過ごしください。私はこれで失礼しますわ。なかなかいい女だね。ジンさん、悪趣味ね。あんなメギツネっぽいののどこがいいっていうのよ。ああいう人がジンさんのタイプなんですか？ああいうのに限って根が純情だったりするんだよな。そのギャップがまたそそるっつうか。ダメだこりゃ。どうでもいいけど、なんだかおじさんっぽいわよ。あ、ごめんごめん。私たちを部屋まで案内してくれるんだっけ？はい、ご案内させていただきます。申し遅れました。私、次女のシアと申します。今夜の晩餐会から明日まで皆さんのお世話をさせていただきます。何か不便がございましたら、いつでもお申し付けくださいませ。ああ、よろしく頼むぜ。それでは、部屋まで案内していただけますか？あ、はい。
お部屋はお2階にございます。巨大なシャンデリアもつくづく豪華絢爛ね。エステル、騒がないの。ところでそちらの入り口は？謁見の間ですわ。女王陛下が来客に会われるときにお使いになられます。最近は使われておりませんが。なるほど。しかし女王陛下の病気はそんなに悪いのかい？もうすぐ生誕祭なんだろう。いえ、最近では陛下のお世話は助官長がなさっているのです。私はそのあまりそういったことは知らされていなくて。それでは参りましょう。こちらが皆様にお泊まりになっていただくお部屋です。どうぞ中にお入りください。うん。それでは失礼します。うわ、こんなところに泊まれるなんてちょっと想像できなかったな。いやー、なんていうか、いい土産話になりそうだぜ。晩餐会が始まるまでしばらくあるかと存じます。場内は自由に見学していただいて構いませんが、警備上の理由で立ち入り禁止にしている区画があります。くれぐれも立ち入りはご遠慮ください。具体的にはどういうところがダメなわけ？まずは女王陛下がいらっしゃる女王宮です。屋上にある空中庭園の一角に築かれた小宮殿ですわ。空中庭園、すごく綺麗そうな雰囲気ね。生誕祭の時にはそこのテラスから王都の市民に陛下が挨拶してくださるんです。空中庭園に出るくらいなら大丈夫だと思いますよ。それと他の立ち入り禁止場所ですが、1階にある親衛隊の詰所と地下の宝物庫がそうなっております。親衛隊の詰所っていうと？確かテロリストとして指名手配されてる連中らしいな。はい、現在その詰所は情報部の方々が使用されています。立ち入りは禁じられているので、どうかご了承くださいませ。大体わかりました。ところで晩餐会に招待されている他の方々はどうしているんですか？すでに全員お見えになっていますわ。多分それぞれのお部屋でくつろいでいらっしゃるかと思います。そうですか。それじゃあもうクラウス市長も来てるんだ。はい、先ほどいらっしゃったばかりですわ。それでは私は失礼しますが、何かご用がございましたら1階の控え室までご連絡ください。さてと、ねえジンさん、私たちちょっとお城の中を見物しに行きたいんだけど。晩餐会が始まるまでには戻ります。やれやれ、試合の後だっていうのに若いもんはタフだね。いいぜ、行ってきな。俺は飯までこの豪勢な部屋でのんびりと休ませてもらうぜ。晩餐会が始まるまでにできる限りのことをしなくちゃ。まずはユリアさんが言ってたヒルダ夫人に会わなくちゃね。それと他の招待客にも会って挨拶をしておいた方がいいと思う。多分
顔見知りが多いだろうからね。あ、メイベル市長。それにリラさんも。エステル様にヨシア様。やっと会えましたわね。お二人が訪ねてきてくださるのを今か今かと待っていましたのよ。やっぱりメーベル市長も晩餐会に招待されてたのね。あれ、でもどうして私たちが来るって？クラウス市長から聞いたんですの。お二人が武術大会に出場して見事優勝して晩餐会に招かれたって。そうとしていれば他の仕事を全部投げ打ってでもお二人の応援に来ましたのに。お言葉ですがお嬢様、その時はお嬢様ご自身が後々苦労することになるだけでは。うん、そんなの分かってますわ。相変わらず忙しそうなのね。まったく、女王陛下ならともかく、あの公爵主催の晩餐会などに出る暇などありませんのに。軍の女性士官が必要に出席するように促してきて、仕方なく王都に来たんですの。情報部のカノーネ大尉ですね。ええ、その方、応対は丁寧ですが陰銀無礼でどうも好きになれませんでしたわ。最近モルガン将軍ともほとんど連絡が取れませんし。それってハーケンモンに連絡は取れないんですか？将軍は留守の一点張りで門前払いといった感じですわ。何でもテロ事件の対策のため忙しくしてらっしゃるそうです。ひょっとしたら今夜の晩餐会で会えるかと思いましたけど、どうやら出席はされないようですね。そうなんだ。市長はどう思われます？この時期に市長たちを集めて晩餐会が開かれるということを。そうですわね。女王陛下が主催されたのであれば何か重要な発表があると思いますが、今回は公爵閣下の暇つぶしに付き合わされただけだと思いますわ。陛下の代理という立場を利用して威張り散らしたいだけなのでしょう。ありえるかも。でも案外その程度の理由なのかもしれませんね。まあ、ここのグランシェフは王国一の腕前とも言われていますし、せいぜい美味しいものを食べて女王陛下のお見舞いをしたらとっととボースに帰ることにしますわ。まったく、公爵にも困ったものですわね。以前彼がボースへ視察に来た時も市内でわがままのし放題、市民から苦情が殺到して随分手を焼いたものですわ。お嬢様はお二人に会えることを楽しみにしていらっしゃったようです。またボースの方にも遊びに来てください。おお、来たか、エステル君、ヨシュア君。久しぶりだの。あれ、学園長先生。ひょっとして学園長も晩餐会に招待されたんですか？今日の定期船でルーアンから飛んできたのだよ。それよりも市長から聞いたよ。武術大会で優勝したそうだね。ジル君たちが聞いたら喜ぶだろう。どうもありがとうございます。それにしても学園長まで招待されているとは思いませんでした。コリンズ学園長といえば王国会議にも出席されているリベール随一の賢人じゃからな。晩餐会に招待されても何ら不思議ではないと言えよ。
賢人というのはさすがに持ち上げすぎでしょう。王国会議って？年に一度開かれている王国全体の問題を決める会議だよ。女王陛下や各地の市長、各界の代表者が集まって様々な問題を協議するんだ。へえ、そんなものがあるんだ。じゃあその時と同じメンバーが今日の晩餐会には招待されているのね。いや、実質半数にしか過ぎない。女王陛下はご不調であるし、モルガン将軍は軍務で忙しい。ルーアンのダルモア市長は例の事件で逮捕されてしまった。そしてラッセル博士は。あの人の事件に関しては未だに不可解な点が多いですの。親衛隊も加わっていたという大規模なテロ組織の仕業というのはどこまで本当なのやら。まったく、このような状況で晩餐会とは正気とも思えんですわい。まあ公爵閣下の真意がどこにあるかを確かめるためにも、女王陛下へのお見舞いを許していただく必要もありますし。まさにそれが一番の問題ですの。このグランセル城に来て陛下のご尊顔を拝見できぬことほど馬鹿げた話はありませんからな。それにクローディア姫にも久しぶりにお会いしたいものじゃ。クローディア姫って確か女王様のお孫さんよね。その方もグランセル城に住んでいらっしゃるんですか？いや、普段は別の場所で暮らしてらっしゃるそうじゃが、ただ数日ほど前から王都に来ているとは聞いておるぞ。へえ、そうなんだ。機会があったら一度でいいから見てみたいわね。君たちならばきっとお目にかかる機会もあるだろう。このような状況で晩餐会を開く公爵の気が知れんわい。
おお、エステル君、ヨシア君。工房長さん、やっぱり招待されていたんだ。市長クラスの人が来ているから、工房長もそうだと思っていました。君たちの方こそ、まさか武術大会で優勝してグランセル城に入り込むとはな。いやはや、さすがカシウスさんの子供たちだ。いろいろな人に助けてもらったけどね。ところで、ここ数日間に何か動きはありましたか？君たちが王都に向かった直後、情報部のカノーネ隊員が来たんだ。晩餐会への出席は断れなかったが、要塞への侵入工作についてはなんとかごまかすことができたよ。逃亡中のラッセル博士たちもまだ軍に見つかっていないようだ。ただこの状況が長く続けば、捕まるのは時間の問題だろうな。そっか。先ほど陛下をお見舞いしたいとカノーネ隊員に頼んではみたが、あっさりと断られてしまったよ。やはり直接会うのは難しそうだぞ。そうみたいね。でも当てはあるから大丈夫。何としても博士の伝言を女王陛下に届けます。ここがお城の空中庭園か。
確かに湖が一望できるし、グランセルの城下町も見下ろせる。見学希望者が多いのもうなずけるね。こういう時じゃなかったらゆっくり景色を楽しめるんだけど、今はお仕事を優先するしかないわね。あ、ここが女王宮みたいだね。なんだ貴様らは。おい、こいつら。私たち公爵さんに招待されたものなんだけど。こちらは陛下のいらっしゃる女王宮でいいんでしょうか。その通りだ。だがここ数日陛下はご不調でいらっしゃる。お目通りを願っても無駄だぞ。やだな、そんな大それたこと考えてないわよ。そりゃちょっとはお目にかかれたらなって思うけど。ところでクローディア姫もこちらにいらっしゃるんですか。いや、こちらには。おい、ドド、それは熱心に陛下の看病をなさっていらっしゃるぞ。もちろんお前たちの相手をなさる余裕などないからな。こんなところで何をなさっているのですか。夫人、もうお帰りかな。もうすぐ晩餐会ですから一旦控え室に引き上げます。ところで、武術大会で優勝したチームのものです。たかが遊撃士の身分ですが、一応招待客とは言えるでしょうな。たかが遊撃士って。無礼者、あなた方は王城の招待客を侮辱するおつもりですか。いや、自分たちはその、たとえ招かれたのが公爵閣下でも、城を来訪された方は陛下のお客様。そのことを忘れてもらっては困ります。了解しました。すごい迫力。ひょっとしてこの人が。ですが夫人、彼らを通すわけにはいきません。そのことは大佐の説明で分かっていただけたはずですな。そのことは聞き飽きました。申し訳ありません、お客様。警備上の理由で女王宮の付近に近づくことは禁じられています。できれば晩餐会が始まるまでお部屋でお待ちくださいませんか。はい、わかりました。そうした方が良さそうですね。すみません、いろいろとお騒がせしました。分かればいいのだ、分かれば。どうぞ気をつけてお戻りください。お客様の前で見苦しいところをお見せしましたね。申し遅れました。私の名はヒルダと言います。グランセル城の助監長として次女の監督にあたっております。やっぱりあなたがヒルダ夫人だったんですね。おや、失礼ですが面識がありましたでしょうか。ある人から教えてもらったんです。この筆跡は。それだけでわかるんだ。その紹介状と遊撃士の紋章が僕たちの身分証明となります。わかりました。ここでは何ですから、侍女たちの控え室に参りましょう。そこで話を伺わせていただきます。お話はわかりました。ラッセル博士の伝言を女王陛下に直接伝えたいと。つまり。はい、そうなんです。女王様が本当に調子が悪かったらちょっと考え直しますけど。それは問題ないでしょうが、女王宮は先ほどの特務兵によって24時間監視されている状況です。
中に入れるのは公爵閣下と大佐殿、そして身の回りの世話を仰せつかった私や侍女たちだけなのです。ということはやっぱり面会するのは難しそうね。どうするエステル、博士の伝言をヒルダ夫人に伝えてもらう手もあるけど。でもやっぱり直接会って話がしたいかも。デュナン公爵の狙いに、リシャール大佐の目的、いろいろとわからないことも多いしね。エステル殿、ヨシュア殿、私に少々考えがあります。晩餐会が終わったらまたここに来ていただけますか。え、それって僕たちが女王陛下にお会いできる手段があるということでしょうか。そう考えていただいても結構です。難しいかもしれませんが、試す価値はあるかもしれません。ただいささか用意が必要なので、晩餐会が終わってからでもいいですか。やったフラッキー。わかりました、晩餐会が終わったら伺います。お待ちしております。料理の下ごしらえが終わったので、そろそろ晩餐会も始まると思います。一度お部屋に戻った方がいいかもしれませんね。保安上の理由から、どうぞ城内でおくつろぎください。不自由なことなど何もないはずですよ。情報部は非常に抜け目のない連中だ。互いにくれぐれも慎重に行動した方が良さそうだな。よう、エステル、ヨシュア、ずいぶんと遅かったじゃないか。そろそろ晩餐会が始まる時間だぜ。見物していたらつい時間を忘れちゃってさ。それに各地の市長さんたちといろいろと話してきちゃったの。へえ、お前さんたちお偉いさんと知り合いだったのか。ロレントの市長さんとは普段から親しくさせてもらっているんです。他の方たちとも旅をしている時に知り合った方々ばかりです。なるほどな。確かに遊撃士の仕事をしてたらお偉いさんと知り合う機会は多いか。しかしその様子じゃ随分活躍してるみたいじゃないか。それほどでも。ジンさんはオートに来てから何か遊撃士の仕事はやったの？確か他の国でも同じように仕事ができるのよね。ああ、声優劇士だったら国籍に関係なく仕事ができるが、予選だの大使館の手続きだので仕事を受けてる暇はなかったな。ま、
他にも遊撃士が4人いたから出る幕がなかったとも言えるがね。確かにこれだけ遊撃士が集まったら大抵の事件はすぐ解決しそうですね。ただ王都に集中している分他の地方支部は大変そうですけど。そうかもしれんな。なんだか今さら申し訳ない気がしてきたわね。知らねえ、ロレントで今頃どうしてるのかしら。確か前にもその名前を口にしていたが。そのシェラネーってのはひょっとしてシェラザードのことか。え、知ってるの？はい、僕たちの先輩で昔から親しくさせてもらっています。なるほど、そうだったのか。前に彼女がカルバードに来た時に知り合ったことがあってな。いい死に恵まれていたらしく、若いながらも見どころがある娘だった。その死って？うん、父さんのことだね。失礼します。晩餐会の支度が整いました。ご案内してもよろしいでしょうか？おう、待ちくたびれちまったぜ。さてと、それじゃただ飯にありつくとするかね。うん、さすがに試合の後だからすっごくお腹が空いてきちゃった。さあ食べまくるわよ。あの二人とも、一応テーブルマナーなんかも忘れない方がいいと思うけど。これって夕食会なのよね。どうして食器だけが並んで肝心の料理がないの？なんかナイフとフォークがいっぱい並べられてるし。正式なディナーだからね。前菜から順番にいろいろな料理が出てくるんだ。あとナイフとフォークは外側から使っていくんだよ。テーブルマナーってやつね。ちょっと緊張してきちゃった。あまり気にすることありませんわ。料理というものは美味しくいただくのが一番ですから。マナーや礼儀作法は二の次ですわ。そうじゃそうじゃ。聞けば君たち二人は出席しておる者たち全員と知り合いだそうじゃないか。固くなる必要はなかろう。あ、それもそっか。それで納得しないでよ。そういえばそちらの方はナイフとフォークでよろしいんですの？東方の方々はお箸の方が得意だと聞きましたけど。ほう、よくご存知ですな。ですが合に言っては合に従えとも言いますからな。部長法ながらナイフとフォークを使わせてもらいますよ。まあご立派ですわ。さすが武術大会で優勝された達人の言葉は違いますわね。いや、それほどでも。つくづく美人に弱いのね。まあ女好きっていう感じじゃないと思うけど。それにしても公爵閣下は随分遅いですな。一体何をしてるんでしょう。ふん、確かに。それと上沢公爵閣下としてそこの席は誰が座るのじゃろうか。そうですな、クローディア姫という可能性もあるかもしれないが。皆様、大変長らくお待たせしました。公爵閣下、ご入室でございます。いやいや諸君、待たせてしまって申し訳ない。少々打ち合わせが長引いてしまったものでな。彼はリシャール大佐、
王国軍情報部の責任者でな。テロ事件を解決するために日夜尽力してくれているので、礼の意味も込めて招待した。お初にお目にかかります。お公爵閣下の格別のご厚意で晩餐会に招待していただきました。無粋な軍服で失礼ですが、どうか同席をお許しいただきたい。まさか大佐と一緒のテーブルで食事するなんて。予想はしていたけど、やっぱり少し緊張するね。いや、愉快愉快。どうかね、メイベル市長、王城のグランシェフの腕前は。ボースのアンテローゼにも負けずとも劣らずの味ではないか。ええ、素晴らしい腕前ですわ。ワインとの相性も完璧ですし、思わず引き抜きたくなりますわね。そなたが言うとおながち冗談には聞こえないな。どうだ、ジンとやら、東方人のそなたの口には合うかな。いや、大変結構ですな。部長法な自分の舌にもわかる洗練された深みと味わい、リベール料理の真髄を味わっているような心境です。うんうん、そうだろう。どうだ、若き遊撃士たちよ、こんな豪勢な料理は今まで食べたことがなかろう。確かにめちゃめちゃ美味しいです。招待してくれた人はともかく、料理だけは本物かも。そうだろうそうだろう。本当に素晴らしい料理ですね。それに今までこういう正式な席に呼ばれる機会がなかったので、とても勉強になります。招待してくださって本当にありがとうございました。なかなか首相でよろしい。しかし執事から言われてようやく思い出したのだが、そなたたちとはルーアンの事件で一度顔を合わせていたのだな。なんとも奇妙な縁があったものだ。そうですね、執事さんから言われるまで思い出せなかったわけね。さあ今夜は無礼講だ。料理も酒もたっぷりあるから、遠慮なく追加を申し出るがいい。公爵閣下、その前に例の話を済ませてしまってはいかがですか。もう、そうだ、その話があったか。実は王国を代表する諸君らに集まってもらったのは他でもない、この晩餐会の席を借りてある重大な発表をしたかったのだ。ほう、重大な発表。それは一体どのようなお話でしょうか。うん、ここから先は私の代わりにリシャール大佐に説明してもらおう。恐縮です。女王陛下がご不調なのはすでにご存知のことかと思います。ですが徐々に回復なさっているため、すぐに元気な姿を見せてくださるでしょう。ほう、それはよかった。では陛下へのお見舞いは許していただけるのかしら。あいにくですが、陛下のご意向でそれは遠慮してほしいとのことです。ただ数日中に王都近辺を騒がすテロリストどもは一掃できる公算です。そのことと合わせて女王生誕祭は
予定通りに執り行われるでしょう。市民も楽しみにしているだろうからめでたいことではありますな。だが話というのはそれだけではないのでしょう。確かにそれだけならば連絡してくれれば済みますからな。察しが良くて助かります。女王陛下が回復されつつあるのは先ほど述べた通りなのですが、陛下は今回のご不調を理由にある決断をなされたのです。その決断とはすなわちご自身の退位とこちらにおられるデュナン公爵閣下への王位継承です。なんですと？本当ですの？ヨシはこれって、とうとう陰謀が姿を現したね。私も戸惑ったのだが、陛下が存外弱気になられてな。無理もない。40年近くもの間激動の時代に翻弄されたリベールを女性の身で導いてくださったのだ。そう思うとこの生誕祭を最後に俗事から解放して差し上げたい。王位継承権を持つ身としてはそう決意した次第なのだよ。なんと陛下がそこまでお悩みになっておられたとは。毎年お会いしているというのに気づけなかったとは情けない。しかしこのような酒の入った席で聞くにはあまりにも重大すぎる内容ですわ。失礼ですがどこまで現実性のあるお話なのでしょう。メイベル市長、閣下のお言葉が信用できないとそうおっしゃられるか。そうは言ってません。ただ市長には選挙があるように王位継承にもしかるべき手続きがあるのではないかということです。そうですな。できれば陛下から直接今の話をお伺いしたいものです。皆さんの動揺も理解できます。ですがどうか冷静になって今の話を受け止めていただきたい。先ほど申し上げたように生誕祭には陛下ご自身の口から発表されることになるでしょう。真意はその時に確かめれば済むことではありませんか。それは問題なのはこの件が公表された時に一般市民にどう影響を与えるかです。いたずらな混乱を避けるためにも各地の責任者である皆さんに前もってことを伝えておきたい。公爵閣下はそう判断なさったのです。まあそういうことだな。そして陛下の退位ともなれば事態はリベール国内にとどまりません。大陸諸国の目、
とりわけ北の脅威たるエレボニアの反応も気がかりでしょう。まさにここにいる我々が新たなる国王陛下を盛り立てながら一致団結をしなくてはならない。そんな時期が迫っているのです。なんかもっともらしいことを言ってるんですけど。大したアジテーターだね。正式決定は生誕祭の時に陛下から直接伺うとして、心の準備をしておくようにと、つまりそういうことですか。理解していただいて幸いです。確かにそういうことになったらわしらも忙しくなりそうじゃな。そうですわね。市民へのアナウンスもありますし。一つお伺いしたい。公爵閣下に王位継承権があるのは私も存じておるが、確か同意の継承権を持つ方が他にもいらっしゃったはずですな。それは陛下のお孫さんにあたるクローディア殿下のことですね。確かに王室典範上の規定では公爵閣下と同意ではありますが、まだ年端もいかないという理由で陛下は閣下の方を押されたようです。先ほどの話にもありましたが、女性の身に余るほどの重責を姫に負わせたくなかったのでしょう。そうなのだ。まあクローディアには良い縁談を探してやるつもりだ。非公式だが、すでに他国の王家から何件もの申し入れがあってな、ひょっとしたら今年中にも縁談が実現するかもしれんのだ。お話は分かりました。そうなるとおめでたい話が2つも続くというわけですな。ご結婚されるには少々若すぎるとは思うが。ちょいと失礼、一つ質問してもいいですかね。ジンさん。おう、構わん、言ってみるがいい。失礼だが、今耳にした話は自分たちのような部外者が聞いていい話とは思えません。まして自分は王国人でもない。なのになぜこのような席でわざわざ発表されたのでしょう。それは優勝した君たちが偶然にも遊撃士だったからだ。陛下の退位という重大な情報はギルドにも事前に伝えたかった。そう私が閣下に提案したので聞いてもらうことになったのだよ。なるほど。リベールでは軍とギルドがいい関係を結んでいるという話はどうやら本当だったようですな。帝国や共和国ほど軍事力が充実していないからね。手を結ばざるを得ないというシビアな現実があるのだが、いずれにせよ真意はご理解いただけたかね。了解しました。今日この席で知った情報は王都支部にも伝えておきましょう。いやはや、ひょんなことからとんでもない話を聞いたもんだ。俺は所詮他国の話だが、お前さんたちの方は随分驚いたんじゃないか。当たり前だってば。
まさかここまで周到に話を進めてるなんて。あ？なんでもない。でももったいなかったな。せっかく舌がとろけるほど美味しい料理だったのに、最後の方は味がわからなかったわ。無理もないかもね。それよりもエステル、腹ごなしに散歩に行かない？え？ああ、そうそう、そうだった。そうね、外の空気でも吸ってきたい気分かも。はあ、さっきも見物してたのに、今度は食後の散歩ときたか。認めたくはないが、これが年の差ってやつかね。ジンさん大げさよ。ジンさんは見物とかしないんですか？歴史のある建物だけあって、見どころはたくさんありますよ。まあ気が向いたらフラフラさせてもらうとするさ。厨房に行きゃ残り物があるかもしれんしな。呆れた。まだ食べるつもりなの？どちらかというと酒のつまみが欲しいところだな。飲める談話室もあるみたいだし、後で行ってみるとするかね。とんでもないことになったわね。ますます女王様に会って事情を聞きたくなってきたわ。まずは約束通りヒルダ夫人に会いに行こう。陛下に面会する段取りをつけてくれているはずだよ。うん、了解。おや、君たちは。リシャール大佐。エステル君とヨシュア君か。こうして面と向かって話すのは初めてではないかな。え？最後に言葉を交わしたのはダルモア市長逮捕の後でしたね。でも大佐が僕たちのことを覚えているとは思いませんでした。交わした言葉は少なかったが、君たちは非常に印象的だったからね。気になって調べてみたら驚いたよ。まさかカシウス大佐のお子さんたちだったとはね。そのことも知ってたんだ。伊達に情報部を名乗っているつもりはないよ。カシウスさんには彼が軍にいた時にお世話になった。それこそ言葉では言い表せないほどね。どうだろう、これから少し話に付き合ってくれないだろうか。君たちとは前から一度個人的に話をしてみたかったのだ。え？あの大佐殿、これから公爵閣下との打ち合わせがあるのでは？少しくらい遅れても構わんよ。そうだな、話すのだったら奥の談話室を借りるとしようか。アルコール抜きのカクテルでも振る舞わせてもらうよ。それでしたら私がお作りしますわ。いや、それには及ばない。君は公爵閣下のところに行って私が遅れる旨を伝えてくれたまえ。了解いたしました。それでは失礼しますわ。さてと、私たちも談話室に向かうとしようか。それではついてきたまえ。ねえヨシ
私はどうしよう。付き合うしかなさそうだね。少し遅れそうだけど、夫人のところには後で行こう。カシウスさんと出会ったのは、私が士官学校を出たばかりのことだ。当時、彼が率いていた独立機動部隊に配属されてね。それ以来、彼が軍を辞める時まで公使にわたってお世話になったんだ。ふん、そうだったんですか。その頃の父さんって大佐から見てどんな感じでした？一言で言うと英雄だったかな。剣聖とまで言われた技のさえ、あらゆる戦況に柔軟に対応できる立体的かつ多面的な指揮能力、単なる戦術にとどまらない高度な戦略レベルでの部隊運用、どれをとっても並ぶものはいなかった。なんだか別の人の話を聞いてるみたいなんですけど。父が軍を辞めるまでというと、あの百日戦役の時も一緒に？ああ、カシウスさんの元で戦ったよ。今でも覚えている。彼が立てた奇跡のような作戦を実行した時の熱気と興奮を。あの時のことを話し始めると、いくらあっても時間が足りないから、またの機会にさせてもらうが、ただこれだけは断言できる。あの時、カシウス・ブライトという男が王国軍にいなかったら、このリベールはエレボニアに吸収合併されていただろう。嘘！さすがにちょっと信じられませんけど。信じられないようなことを成し遂げたから英雄なのさ。もっとも、戦後すぐに退役して女王陛下の勲章すら誇示されたから、名前が知られることはなかったが、今でも一部の軍人の間ではカシウス大佐の名は英雄の代名詞だ。あのヒゲ親父、そんなこと一言も教えてくれてないし。まあ、娘にわざわざ語って聞かせるような話じゃないさ。父さんを責めたらかわいそうだよ。かわいそうなのは私の方って、ヨシュアってばあんまり驚いてないみたいだけど、もしかして今の話知ってたりするわけ？リシャール大佐が父さんの部下だったことはさすがに知らなかったけど、まあ概ねのところは。アンデスって、それじゃヨシュアも共犯？落ち着いてよエステル。僕だって別に父さんから教えてもらったわけじゃないよ。それに父さんから君にわざわざ知らせることはないって言われたんだ。納得いかないわね。本当にもう帰ってきたらとっちめてやるんだから。その、すみません、話の腰を折ってしまって。いや、君たちを見て少し安心した。カシウスさんが軍を辞めるとき、私は必死に引き止めたものだが、どうやらその選択は彼にとって正解だったらしい。君たちがそばにいたのなら、奥さんを亡くされた悲しみから
きっと立ち直れただろうからね。リシャール大佐。さてと、付き合ってくれてありがとう。あまり公爵閣下を待たせるわけにはいかないから、私はこれで失礼させてもらうよ。あ、はい。すみません、僕たちの方が話を聞かせてもらうばかりで。いや、君たちは一番知りたかったことを教えてくれた。これで未練はなくなったよ。え？それはどういう？近いうちにまた会う機会もあるだろう。その時にはカシウスさんとも一緒に話せるといいのだが。今ここにいたのって本当にリシャール大佐だっけ？あのね、何を寝ぼけてるのさ。だってあんな風に父さんのことを話すなんて、なんていうか、イメージと違っていたっていうか。確かに、ただの悪人ではなさそうだね。でもそれとは別に、彼が何かを企んでいるのも確かだ。父さんのことはこの際分けて考えなくちゃいけないと思うよ。うん、それはそうなんだけど。嫌な言い方をするけど、僕たちに見せた親しさだって何かの目的があるかもしれない。彼みたいな情報将校にとって、僕たちみたいな子供をたぶらかすのは朝飯前だろうからね。さすがにそれは言い過ぎなんじゃないの？うん、そうだね。疑うのは僕の役割だ。君は自分の直感を信じていた方がいいと思う。え？ただあらゆる可能性に備えて油断だけはしないでほしいんだ。遊撃士の仕事というのは多分そういうものだと思うから。うん、分かった。ちゃんと心に留めておくわ。ありがとう、エステル。いやーね、なんでヨシアが礼を言うのよ。それよりもさっさとヒルダさんのところに行きましょう。多分待ちくたびれてるわ。そうだね、メイドさんたちの詰め所に行こうか。エステル殿、ヨシュア殿、ずいぶん遅うございましたね。ごめんなさい、なんかリシャール大佐に捕まっちゃって。大佐に？です。僕たちの父のことについて昔話を聞かせてもらいました。こちらの動きについては気づかれてないと思います。そうですか。紹介状によると、あなた方はカシウス殿のお子さんということでしたね。リシャール大佐が感慨を抱くのも分かっ。あの、ヒルダさんも父さんを知ってるんですか？昔はモルガン将軍の副官として王城によく来ていらっしゃいました。亡き王子
陛下のご子息のご学友だったとも聞いております。亡き王子ってクローディア姫のお父上にあたる方ですね。ええ、15年前の海難事故でお亡くなりになられました。王子さえ生きていらっしゃればこのような事態は起こらなかったでしょうに。え、起きてしまったことを悔やんでも仕方ありませんね。夜も更けてまいりました。早速支度をしていただきます。シア。あれ、あなたは？確かシアさんとおっしゃいましたね。どうもエステル様、ヨシュア様、事情は伺わせていただきました。この子のことは信用してくださって結構です。姫様が城にいらっしゃる時にお世話をしている侍女ですから。姫様ってクローディア姫のことね。それなら問題ありませんね。恐縮です。では用意した制服に袖を通していただけますか。リボンやカチューシャなど細かいところは私が整えさせていただきます。え？あの、ひょっとして。ええ、エステル殿には侍女と同じ格好をしてもらって女王宮に入っていただきます。多少髪をいじらせていただければ見張りにも気づかれないでしょう。なるほど。確かに制服というのは個性を隠しやすいですからね。潜入するにはもってこいかもしれません。へえ、メイドさんの服か。リラさんとかを見ていていいなと思ってたのよね。ヒラヒラしてて可愛いのにすごく動きやすそうなんだもん。動きやすくないとお掃除の時に困りますから。あ、やっぱりそうなんだ。早速着させてもらおうっと。嬉しそうだな。はしゃぐのはいいけど陛下に失礼のないようにね。今度ばかりは僕もついてはいけないからね。え、どうして？ヨシアも着替えるんでしょ？え、エステル殿。だってヨシア学園祭の劇でお姫様の格好をしてたじゃない。ドレスもメイド服も同じでしょ？あれはお芝居じゃないか。女王陛下にお会いするのに女装するなんてちょっと。大丈夫大丈夫、全然みっともなくないから。だってヨシアのお姫様姿すっごく綺麗だったもん。また冗談はやめてよ。あのヒルダさんたちからも何とか言ってやってください。あのなるほど、確かに問題なさそうですね。シア、確か姫様のためのヘアピースがありましたね。はい、一度も使われていないものが。長い黒髪ですからヨシュア様にもお似合いかと。ちょっとそれじゃあ3対1の多数決でファイナルアンサーってことで。ではこちらにどうぞ。更衣室になっていますので。ちょっと待ってよ、僕は着替えるなんて一言も。分かったから、服くらい自分で脱げるってば。え、シアさん化粧までするんですか？はあ、最近の若い子たちと来たら。まあ、じゃーん。どうでしょうか。とってもよくお似合いですわ。城働きに来たばかりの活発で朗らかな侍女見習い、髪も下ろしていますから気づかれることはないでしょう。なんでしたらこのままグランセル城で働きますか。
遊撃士の仕事もあるから、それはちょっと。あ、それよりも、ちょっとヨシュア、早く出てきなさいってば。はあ、どうしても出ないとダメかな。ダメ、うだうだ言ってると引きずり出しちゃうわよ。わかったよ、もうしょうがないな。これはまた。ですよね。まったく、女のあたしよりも様になっているというのは一体どういうことなのかしら。お化粧のしがいがありましたわ。もういいです、何とでも言ってください。さて、準備は整ったようですね。それではこれから上宮へと案内させていただきます。あくまで侍女見習いとして扱いますので。その、あ、はい、わかり、いよいよ女王様と会えるのね。うん、ここが正念場だね。気を引き締めて、なんとか女王宮に入らないと。その格好でシリアスに行っても似合わないかも。悪かったね、シリアスが似合わなくて。こんな格好させておいて、よくもまあ抜け抜けと。ごめんごめん、そんなに拗ねないでよ。今度アイスクリームでもおごってあげるからさ。ふん、君じゃないんだから食べ物でごまかされたりしないよ。あ、私がいつ食べ物でごまかされたのよ。本当に仲がいいんですのね。時間がありません、さっさと上級に行きますよ。これはヒルダ夫人、こんな遅い時間に女王陛下にご用ですか。陛下に頼まれていた紅茶と食器類をお持ちしたのです。このような事態になって陛下も何かと不自由なさっていらっしゃるようですからね。これは手厳しい。おや、見たことのない顔ですが、そちらの侍女さんたちは。公爵閣下の命令で補充した新米の侍女見習いです。今日城に入ったばかりです。ほう、さすがに可憐ですな。どうも。おや、なんとなくどこかで見たような。やば、年頃の娘をそんな風にジロジロ見るとは何事ですか。もしやよからぬことを考えているのではないでしょうね。何かあったら公爵閣下や大佐殿に抗議させてもらいますよ。とんでもない。王国軍の精鋭たる我々がそのようなことは。ならばよいのです。ところで、いい加減通していただけないでしょうか。これは失礼しました。どうぞお通り。緊張しちゃった。ありがとうヒルダさん、おかげで助かっちゃいました。鮮やかなお手並みでしたね。お役に立てて幸いです。さて、何でしたら陛下に会う前に着替えますか。特に気にしないのであればそのままご案内しますが。別に私はこのままでも。ぜひ着替えさせてください。
まったくもう恥ずかしがり屋なんだから、あのままでもよかったじゃない。信用にも関わるから、そういうわけにもいかないよ。ところでヒルダさん、この部屋はひょっとして。はい、クローディア様のお部屋です。もっとも普段は王城に住んでいらっしゃらないので、ほとんど使われていませんが。へえ、そうなんですか。でも姫様って、確か女王様の看病をしてるって聞いたような。やはりそれも偽情報ですか。詳しいことは陛下にお聞きになるといいでしょう。女王宮の2階にあるのがアリシア女王陛下のお部屋です。それでは参りましょう。陛下、失礼します。先ほどお話ししたエステル殿とヨシア殿をお連れしました。ご苦労様でした。どうぞ入っていただいて。かしこまりました。私はここで待たせていただきます。さあ、お二人はどうぞ中へ。はい。失礼します。ようこそいらっしゃいましたね。私の名はアリシア・フォン・アウスレーゼ、リベール王国第26代国王です。あのエステル・ブライトです。遊撃士協会の準遊撃士です。同じく準遊撃士のヨシュア・ブライトと言います。お初にお目にかかります。エステルさんとヨシュア殿ね、あなたたちに会えるのを本当に楽しみにしていました。大したもてなしはできませんが、お茶の用意くらいはできます。どうぞゆっくりしていってくださいな。そう、ラッセル博士はそんなことを。あらゆる動力現象を停止させる漆黒のオーブメント、そんなものを大佐は手に入れているのですか。博士は女王陛下ならばリシャール大佐がそれを何に使うか分かるかもしれないと言いました。何か心当たりはありますか。一つだけ心当たりがあります。ですが大佐がそれを知っているとは思えません。私の思い過ごしであるといいのですが。あの、その心当たりっていうのは。あなたたちにならお話ししても構わないでしょうね。十数年前、この王都の地下に巨大な動力反応が検出されたのです。その調査に当たってくれたのが中央工房のラッセル博士でした。巨大な動力反応。王都の地下ということは地下水路の近辺でしょうか。いいえ、水路よりもさらに深い地下から検出されたそうです。博士は未だ機能を失っていない古代文明の遺物が埋まっているのではないかとおっしゃっていました。古代文明の遺物って。アーティファクトと呼ばれる古代動力機のことだね。大半は塔の頂上の装置みたいに機能が死んでしまっているけど、まれにダルモア市長の家宝のように機能が生きているものもあるみたいだ。そんなものが王都の地下に。あ、それじゃああのゴスペルってのは。埋まった遺物の機能を停止させるために使われる
その可能性があるということですね。ええ。ですが、その遺物がどんなもので、何のために埋められたものかは、はっきりしていないのです。ラッセル博士の調査自体も、非公式で行われたものですし、大佐がどこで存在を知ったのか、私には不思議でなりません。そうですか。いずれにせよ、良くないことが起こる可能性がありそうですね。まったく、ちょっと見直したのに、ろくなことを考えていないわね。みんなに迷惑がかかるんだったら、まさしく遊撃士の出番だわ。なんとかして大佐を阻止しないと。さすがはカシウス殿のお子さんたちね。陛下も父と面識が終わりだったんですか？亡くなった息子の友人でしたし、王国を救った英雄ですからね。軍を辞めて遊撃士になってからも、依頼を通じてお世話になりました。そうだったんだ。それは知りませんでした。彼の性格を考えれば、知らないのも無理はありませんね。ひょっとして10年前の戦争で彼がどのように活躍したのか、そのこともご存じないのかしら？詳しいことはあんまり。ならば、これは私の役目なのかもしれませんね。エステルさん、ヨシア殿、少々年寄りの昔話に付き合っていただけませんか？はい、もちろん。拝聴させていただきます。10年前の春のことです。エレボニア帝国の南部で、ある痛ましい事件が起こりました。未だ原因が分かっていないため、事件についての説明は省かせてもらいますが、その事件をきっかけに帝国はリベールに宣戦布告をしたのです。後に百日戦役と呼ばれる不幸な日々の始まりでした。帝国軍は宣戦布告と同時に大兵力を持って、ハーキリベールは王都を除いて瞬く間に全土を占領されました。侵攻してきた兵力は王国軍のおよそ3倍だったと言われています。
カルバードからの援軍も間に合わず、もはや王都が占領されるのも時間の問題かと思われました。しかし開戦から2ヶ月後、誰もが予想しなかった形で戦局が大きく変化したのです。当時開発されたばかりの警備飛行艇が各地方を結ぶ関所を奪回し、帝国そしてレイストン要塞から王国軍の総兵力が水上艇で出撃し、各地方を奪還していったのです。ツァイス、ルーアン、ボース、ロレント、各地を占領していた帝国軍の師団は補給を断たれ、かっこ撃破されました。この反抗作戦を立案した人物こそカシウス・ブライト大佐、モルガン将軍の右腕でありリシャール大佐の上官だったあなたたちのお父様だったのです。その後遊撃士協会と七王協会の仲裁もあって、ようやく戦争は終結を迎えました。しかしこの時カシウス殿は大切なものを失っていたのです。それはレナ・ブライトさん、エステルさんのお母様でした。あの時計塔は反抗作戦によって追い詰められた帝国軍師団の悪あがきによって破壊されたのです。そしてあとはあなたも知っている通り、カシウス殿は奥様の死すらも見届けることができませんでした。そんな事情だったなんて。自分が立てた作戦が結果的に奥様を死なせてしまった。その自責の念からカシウス殿は軍を辞めて遊撃士の道に入りました。残されたあなたのそばにいるために、そして今度こそ自分の手で愛する人々を守れるように。バカよ父さん、父さんのせいでお母さんが死んじゃっただなんて、そんなことあるわけないのに。エステル。ええ、そうですとも。すべては大切な民を守れなかったこの力なき女王の責任なのです。ごめんなさいエステルさん、お母様を守ることができなくて、そのことをずっと謝りたいと思っていました。謝る必要なんてありません。女王様は戻ってきた平和をずっと守ってくださった。父さんたちは必死になってこの国を守ってくれた。お母さんは命がけで私のことを守ってくれた。それで十分だと思うんです。エステルさん、ありがとう。いや、あなたに会うことができて本当によかった。今心からそう思えます。女王様。でもだからこそ、だからこそあなたには危険なことをしてほしくありません。これ以上今回の事件に関わりを持ってほしくないのです。え、でも私たちユリアさんに女王様の助けになるように頼まれて。ありがとう。その心だけいただいておきますね。
カシウス殿の留守中にあなたに万が一のことがあったら、今度は何とお詫びしていいのか。どうかロレントのお家に帰って、お父様の帰りを待っていてください。でもですが、女王陛下、父カシウスが取り戻し、陛下が守り続けてきた平和が今まさに揺らごうとしています。ヨシュア殿、ゴスペルの件もそうですが、このまま大佐の狙い通り公爵閣下が国王となった場合、その平和はどうなるんでしょうか。そのことを考えていただきたいんです。あの女王様、私たち遊撃士になって父さんの代理で仕事をしました。それから空賊事件に関わって手紙が届いて、変な小包を開けてそのまま各地を旅してきて、まるで父さんに背中を押されてここまで来たような気がするんです。だから私も守りたい、平和に暮らせる幸せな毎日を。今まで知り合った私の大好きな人たちを、女王様やお母さんたちみたいに私なりの方法で守りたいんです。エステルさん、本当にあの子の言う通りだったわね。え？私も覚悟を決めました。エステルさんたちを通じて遊撃士協会にあることを依頼させてもらおうと思います。女王様。陛下、何なりとおっしゃってください。依頼内容は情報部によって囚われている方々の救出です。これは私の孫娘であるクローディアのことも含みます。そっか、やっぱりお姫様もどこかに捕まってるんですね。ええ、思えば今回のクーデターは私があの子を次期国王として推そうとしたことから始まりました。デュナン公爵ではなくですね。ええ、こう言ってはなんですが、我が老いながらデュナン公爵はいろいろと問題の多い人物でした。大して未熟ではありますが、孫娘には光るものがありました。王国の未来を考えた結果、私はクローディアを推そうと心に決めたのです。姫様のことはほとんど知りませんけど、それってどう考えても正しい判断だと思いますよ。ですが、いつの世にも女性が権力を持つことに反対する向きはあるものです。ましてや大国から侵略を受けた記憶もまだ新しい現在、二代続けての女王による統治が結果的に国を弱くしてしまう、そう考える人物が現れたとしても何ら不思議ではなかったのです。なるほど、それがリシャール大佐ですか。その通りです。彼は私がクローディアを次期国王に推そうとしていることをいつの間にか掴んでいました。そしてその事実を公爵に伝えて今回のクーデターを決行したのです。全ては公爵を影から操り、リベールを周辺の大国に劣らぬ強大な軍事国家にするために。なるほど、ようやく事件の全貌が見えてきました。強大な軍事国家にする、それって具体的にはどうするの？いろいろ考えられるよ。
税率を上げて軍事費を増大したり、大量破壊を目的とした動力兵器を開発したり、大規模な徴兵制を採用したり、リベールでは認められていないイエーガーとの契約を合法化したり。そんな。まさに同じようなことを大佐は私に要求しました。それは純粋な愛国心から来る発言だと思えたのですが、私はどうしてもそれが正しいとは思えなかったのです。国を守っているのは軍事力だけではありません。他国と協調していく外交努力もそうですし、技術交流や経済交流を通じて諸国全体を豊かにすることだって国を守ることにつながるはずです。まさに陛下のおっしゃる通りだと思います。うんうん、お互いが信じ合わなくちゃ。ですが大佐はその考えをめめしい理想論と断じました。そしてクローディアの安全と引き換えに退位を要求したのです。多くの者が家族を人質に取られ、大佐に逆らえなくされています。ですが私は女王です。肉親への情のために国の未来を売り渡すことはできません。ただそうは言っても、あの子は私のたった一人の孫娘、見殺しにはしたくないのです。女王様、どうか安心してください。依頼の旨しかと受けたまりました。必ずや姫殿下を含めた囚われの方々を救出いたします。ありがとう、エステルさん、ヨシア殿。これで大佐の脅しにも最後まで屈さずに済みそうです。あの他にも依頼はないんですか？ゴスペルの件もあるし、ここから女王様を逃がすことだって不可能じゃないと思うんです。ありがとう、エステルさん。ですが私が逃げたところで事態が変わるわけではありません。それとゴスペルに関してはいくつか気になることがあるのです。私から大佐に真意を問いただしてみようと思います。なんというか素敵な方だったわね。優しげなのに芯が強くて、とても毅然としていて、私も年を取るならあんなかっこいいおばあちゃんになりたいな。かっこいいって？でも確かに一国を治める風格を感じさせる方だったな。うん、本当はクーデターを阻止して女王様を助けたいんだけど、さすがにそれは遊撃士の領分から外れているからね。まずは僕たちの力でできることからやっていこう。うん、そうね。それにしても女王様から父さんのことを聞かされるなんて夢、まだ私の知らないことがあったりするのかしら。エステル殿、ヨシュア殿、もう支度は終わりましたか？あ、はい。それでは急いで控え室に戻ることにしましょう。もう11時過ぎ、あと少しで日付が変わります。うわ、もうそんな時間？随分と長い間陛下とお話ししていたからね。これ以上長居したら見張りたちに怪しまれそうだ。
ヒルダ夫人、今日はもうお帰りですか？ええ、そうさせていただきます。くれぐれも陛下に失礼のないようお願いします。これは手厳しいですが、どうかご安心を。我々は愛国の使でありますから。頼もしいことで何よりです。それでは私たちはこれで失礼させていただきます。どうも。失礼いたします。ああ、お嬢さんたち。え、そういえば名前を聞いてなかったと思ってな。一応聞かせてもらえるか？その…割と今風の名前だな。正直、あんたの雰囲気には合わないような気がするが。そりゃそうかもね。で、そちらの黒髪のお嬢さんは？カリンと申します。カリンというのか。なんというか可憐な名前だ。ありがとうございます。私もこの名前はとても気に入っています。そうか。そうだ、自分は特務部隊の。そのくらいにしてください。これ以上は下心ありとみなしますよ。いや、自分たちは。どうぞ、気をつけてお戻りください。ヨシアってばモテモテね。あの連中、ヨシアが名乗ったら目の色変えてたもんね。そんなことないってば。君だって結構話が弾んでいたじゃないか。私の時はあの連中別に緊張してなかったもん。なんだかちょっと自信なくなっちゃったな。何を騒いでおるのだ。これは公爵閣下。なんだ、助官長ではないか。なんだその侍女たちは。見たことのない顔だが。新しく入った侍女見習いのドロシーとカリンと申します。まだ城内に不慣れなものでいろいろ案内しているところです。おや、あ、気づかれた。まずいな、この人とは何度か会っているから気づかれてもおかしくない。なんだフィリップ、まじまじと顔を見つめて。堅物のお前にしては随分と珍しいではないか。これは失礼しました。私の目に似ていたので一瞬目を疑ってしまいまして。お嬢さん方、申し訳ございませんでしたな。あ、いえいえ。どうかお気になさらずに。見ればどちらもなかなかの上玉ではないか。特に栗色の髪の方は健康的でスコブルいいの。黒髪の方はもう少々腰に張りが欲しいところだな。恐縮です。そうだな。ドロシーとやら、今夜の棘を申し付けるぞ。え、
公爵閣下。へえ、トギって何？なんて言えばいいのか。閣下、いくらなんでもおたわむれが過ぎますわよ。城勤めの侍女はすべて女王陛下に仕える身です。そのことをお忘れですか？わかったわかった。まったく冗談の通じないやつだ。ブー、どうせ一週間後にはこの城は私のものになるのだ。その時までのお楽しみに取っておくとしようかの。いい加減になさいませ。暴飲暴食ならともかく、色に走るなど言語道断。このフィリップ、一命落としてお諌めさせていただきます。だから冗談だと言っているだろうが。もういい、今夜はとっとと休むぞ。さすがは閣下でいらっしゃいます。そちらが閣下の部屋です。そうだ、困ったことがあったら遠慮なく私に相談するがいい。次期国王自ら。どうもありがとうございます。うい、やつじゃ。愉快愉快。どうもお騒がせしました。多分閣下は明日の朝になれば何も覚えてらっしゃらないでしょう。どうかご安心くださいませ。そう願いたいものですわね。本当に申し訳ありません。夫人、お嬢様方、それでは失礼いたします。あの男と来たら相変わらず余計な苦労を背負い込んでいるようですね。あれ、ヒルダさんってフィリップさんと知り合い？幼い頃からの知り合いです。もっとも今では使える方も立場も隔たっていますが。そうだったんですか。確かにフィリップさんって見るからに苦労症な感じよね。公爵が大佐にそそのかされてる状況にハラハラしてるんじゃないかしら。その可能性は高そうだね。そういえばエステル、君だってモテてるじゃないか。公爵は君の方が好みだってさ。なんだかちっとも嬉しくないんですけど。あ、ところで結局トギって何だったの？それはエステル殿、そのようなことを殿方に聞いて困らせるものではありませんよ。え？お耳を拝借。理解できましたか？はい。まったく無防備なんだから。ヒルダさん、シアさん、本当にありがとうございました。おかげで助かりました。いいえ、これも女王陛下に仕えるものとして当然の義務です。陛下の依頼についてはどうかよろしくお願いします。あの、私からもお願いします。どうか姫様を助けて差し上げてくださいませ。あ、シアさんって確かお姫様のお付きだったのよね。はい、日頃お使いできる機会が少ないのが残念ですが、私のようなものまで友として扱ってくださるような
そんな気さくで優しいお方です。囚われの身になられたとお聞きしてから私夜も眠れなくて。そっか、絶対に助けるから安心して。それではこれで失礼します。